はい、どうも皆さん、トライアングルです。近々ね、ちょっとまず、ごめんなさいね、どこだ、ここだ、スキンの青鬼図鑑、こちらも、はい、下のね、方に、ハロウィン鬼っていうかね、ハロウィン青鬼だと思うんですけど、かぼちゃと、お化けのね、ふわっていのお化けが出てくると、はい。で、まあ、ハロウィンだから出てくる。期間限定かどうかわかんないけど、この後出てくるってことなんですが、僕はこの後、今後ね、なんかその季節に応じて、その新青鬼ってのが出てくると思うので、それをちょっと予想したいと思います。はい。まあ皆さん真っ先に思うのは、はい、ハロウィンの後は何があるでしょうか。そう、リア充がはびこるクリスマス。はい。私の中ではレクイエム。そう、イエス、クリスマス。はい。地獄ですね。はい。まあ、本当はね、クリスマスイコール地獄なんで、もう悪魔青鬼とかね、まあ鬼だから悪魔、まあ悪魔鬼か、とかルシファーとか出てほしいんですけど、まあ残念ながらね、クリスマスというのは、その僕以外の世間一般的には、まあ本当に、その恋人、もしくは家族とね、まあ家族はいいんですよ、家族とね。で、みんなとワイワイやるっていうのじゃないですか。だから、青鬼も多分新作が2体出てくるとして、1体は、もちろん、まあ、今名前にも書いてあるんですが、サンタ鬼。サンタ青鬼もしくはサンタ鬼が出てきて、そしてもう一体が、まあ、トナカイって言いたいんですけど、そこはやっぱり普通すぎるんで、じゃなく、ケーキ鬼ってのが出てくる。どうでしょうか、皆さん。僕の中ではね、今回、青鬼が、まあ、サンタの格好をしとると。そして、もうフワッティはなんかもう可愛さ重視ということで、多分このお化けのフワッティも多分可愛いと思うんですよ。だから、フワッティが、そのショートケーキを頭に被ってるような、ショートケーキというかホール、ケーキのホールを頭に被ってるような、フワッティが出てきたりするんじゃないかなと。はい。僕は思いました。まあ、もしくはなんか別の、なんだろうな、クリスマスだとクリスマスツリーのフワッティとかありそう。そのサンタの格好した青鬼は、まあ、多分それはほぼ確定だと思うんですよ。もし、その、青鬼の、そのクリスマスのイベントが出てきたとして。ああ、そうかも。フワッティで、クリスマスツリーのフワッティが出てくると僕は予想します。皆さんはどんな青鬼が出てくると思いますでしょうか？その予想よかったら、コメント欄に書いていただけたら嬉しいです。はい。意外と、うん。もし合ってたら皆さん、よかったら、合ってたらっていうかね、合っててからだと遅いかもしれないですけど、はい、よかったら拍手おめでとう、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと何言ってるかわかんないですね。なんかカービィのなんかリボンちゃんのやつも技もなんか当てた経歴があるので、なんとか今回も、なんとか予想して当てたいと思います。あ、それじゃあ行きましょうか。何これ、ハテナってついてんだけど。じゃあ今回もね、早速もちろん、サンタ鬼。名前をサンタ鬼にして、青逃げしたいと思います。ここか、ここ、クモ鬼がいるところですね。まあまあ、なんとか、ちょっと、どうだろう、動画内で、あーん、でも大丈夫。上から降ってくんのよ、これ、青鬼。頼むよ。やめてよ。はい、よかった、OK。怖い。ちょっと待って、早く、早さ切れてくれ。頼む、早さ切れてくれ。切れてくれれば、何も問題はない。ちょっと待って、青鬼2体出現したんだけど。何早くね、ちょっと待って、早すぎ、待て、落ち着け。2体も来てる、2体来てる。どうする、これ邪魔だからこっちやっときたいな。待て、来るの早すぎないか、青鬼。これ、あれか、今回4体パターンかな、青鬼。もしかしたら。ちょっと待ってね。ビスケットタクヤ。ポケットの中にはビスケットが1つ。オッケー。よーし、これで、ビスケットタキヤ。君と僕の一騎打ち、一騎打ちというかね。じゃあ、こんにちはと。はい。よし、みんなの、やめて、やめて、バカ、なに、ちょっと、規律を乱すことは許されないと思ったら、もう青に来たからもういいや。とりあえず、こっちから毒切り来てんのか。ってことは、まあ、中央が多いかな、多分。これ目つけられないね。よかったね。危ない。大丈夫ですね。オッケー。中央になりそうだね、今回は。最終地点。結構ね、ここになること多い。やばいかも。これ目つけられるか？大丈夫。オッケー、目つけられない。よし、よかったぜ。さあ、宝箱を開いて。うん、青手に。まあ、この状態で今別に、
ローラースケートが来ようがガスマスク来ようが関係ないんで、まああのコングスキン来たら売れ、なんかやられてんだけどコングスキンがね、あの来てくれたら嬉しいなぐらい。やばい、ラグがすぐ、ちょっと待って、どうした、すごいバタバタ倒れてるけど。うん、青ゼニー、サナマに重なね、ちょいちょい、この子大丈夫かな、ちょいちょいちょっと瞬間移動するんだけど、うん、さあそして4体目の青鬼。そうか、青鬼が4体とか3体2体とかって結構最初にポンポンって出てきたら、おーっとここでドッキリが来たか。うーんってことはやっぱり中央っぽいな。これガスマスク、やべ、これやべ、ちょっと待って、これは早めに逃げよう。これ囲まれた、やべ、これ終わった、あ終わってない、よ、ホップムー、ふぅ、危なかったぜ。これは一旦もうガスマスク入ります、もったいないけど、多分青鬼にもう目つけられてるから。で回り込まれてなければいける、あーやべ、大丈夫、危ない、でここでガスマスクを取る、ローラースケート、オッケー、素晴らしい、ここのローラースケートは強い、オッケー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 、いいよ。さあガスマスク取りに行くか、ここでガスマスク頼む、混乱はダメです、混乱はダメです、 No 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 混乱はダメです、お、混乱ダメです、ちょっと待って、混乱してんだ、混乱してんだ、俺待て、どっから来る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 、今どうなってんの、あれ残り2体だよね、でもなんでこれ青に来ないの、え、どういうこと、え、青にどうなってんの、嘘嘘やろ、え、今勝ってたじゃん、今確認しに行こうとしてたら勝ってたじゃん、嘘じゃん、僕カスじゃん、いやちょっとゴミすぎませんちょっとゴミすぎませんか、トライアングルさん、これはちょっと次青逃げしないとガチで怒りますよっていう多分コメントが流れてきそうなんで、わかりました、青逃げしましょうちょっと待って、え、じゃあ名前ちょっと釣り青にしようか、じゃあ釣り青鬼でいきたいと思います。まあ、あの、スキンはね、ゴールドたけしで。早くね、ちょっとマッチョヒロシとか使ってもいいんですけど、ちょっとね、やっぱりマッチョタクロウが使いたいんで、それまでちょっとね、我慢じゃないけど、ちょっとね、あの、お、さあ来ましたね。お、ヒロシ青鬼。なんかヒロシ青鬼増えたんですよね、あれから。あれからっていうか、結構なんかヒロシ青鬼って名前が増えた気がする。あ、これ、真横にありますね、多分宝物。宝箱が。多分この真横にあるはず。オッケー、開けるー。オッケー、ローラースケートいらない。いらなくはないけど、ガスマスティンが欲しい。そして、ステージはまあ、一緒になってしまうと、やっぱり、まあ、何度も言うけど、あれですね、その、なんだろう、ステージは決まってますね。時間によって。決まってるというか、1個じゃないけど、2個とか3個で決まってそう。さて、まあ、ちょっと青鬼の位置を確認したいんだけど、あーってことは左上だなー。右下左上探してなかった、上から来たわ来たわ、ここで開いていく、ガスマスって、うん、ローラースケート、さて来た、止まろう、ここで一旦止まって、オッケー、さあ宝、あ、これ取られるからこっち行く、あ、ミカリンさんごめんなさい、取っちゃうかもしれない、ローラースケートごめんなさい、これで私はミカリンさんの怒りを買ったと私は、自信がある。どっち行こうか、青鬼がどっから降ってくるか、ここね、ほんと一番怖いんですよ、これバグでね、この音が鳴らないバグとかあるから、そして急いでこうやって行くと、ここにいきなり青鬼がおるっちゃことじゃござらんかったわ。そろそろちょっとガスマスティング取らないとやばいぞ。待って、どうする、これね、最終決戦って大体これガスマスク勝負になるんですよね、ここのステージって。これちょ一瞬チラ見、大丈夫だ、 OK、 よし、今2体いるだろ、これ重なってんのかな、あー違うわ、なるほど、でも2体向こう行ってくれたから、よしよし、ちょっとガスマスク今回ちょっと あれか、死体あさりで取るか、死体あさりでガスマスク取ってちょっと体勢を整えたいな、うーん、死体あさりだけどみんなガスマスク持ってないな、どうする、ガスマスク持ってる人を襲ってくれれば死体あさりができる、来るかな、これはどうだ、ん、ラグマンバ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 ンアメーバー、待て、クモ鬼が来たぞ、ちょ、ミナロ州クモ鬼が来たぞ、あー、ここもやっぱ毒で回るよね、やっぱ中央だよな、やばい、これマジでやばい、これガスマスクないと負けるよ、
ここって。うわ、雲に来たな。待て待て待て、みんなガスマスク持ってないやつばっかだな。持ってないやつって言っちゃいけん。型ばっかだな。ガスマスティンないです。ここでガスマスク、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 オッケー。よし、いいぞ、来た。なんとかこれで戦える体制が整った。問題はいつガスマスクを消費させるかどうかだな。ここは危ないな。ここだな。ここだ。で、いや、これ、ここ行っとかないと。あー、触れちゃったー。これであとはガスマスク減ってく一方でござる。待て待て、どうする。こっちはもう毒でいっぱいでしょ。毒でいっぱい。ダメだ。お、ラッキー。よし、追いかけてくれてる。よし、来た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 。待て待て。で、こうする。そうすることによって、よし、よかったー、よかったー、マジでよかったー。有言実行ではないけど、なんとか、面目は保てた。これちょっと今回もう一回やろうかな。ちょっと気分いいので、もう一回やります。気分いいからもう一回やるってどういうことですかって。よし、行きましょう。今のところ2位、1位と来てるんで、もう一回1位をね、取って、皆様の期待に応えれるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。さて、マスターの方は、あ、でも今回結構 SS 多いな。ですね。そして、ササミとマスターが混ざったわ。マスターの方もいる。さあ、そして、我らが釣り青にもいますよ。さあ、それでは、行こうじゃねえか。さて、行こうじゃねえかって言って、しばらく、なんか、トランクさんは待つの恥ずかしいですよねって。うるさい。よし。じゃあ行きましょう。あー、ここは牢屋が最後になるところか。どうしようかな。スクワット青にもちょっと見てみたいんですよね。とりあえずじゃあここの宝箱を漁って。オッケー。ここもなんかさ、解放されてほしいよね。このなんか場所。この出口っていうか。さて、多分青鬼、左上から多分来てると思うんですよ。青鬼。この上。え？今ドンって言ったけど、どこだ？どこだ？いない。あは？どこだ？下かな？まあ、だいたい今も、ボットが多い。どっちだ？どっちだ？どっちから来る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 ？これ、右っぽいな。みんな逃げてるよね。大丈夫そう？オッケー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 。じゃあ、宝箱。ごめんなさい、ヒロさん。ちょっと奪っちゃっても大丈夫ですか？本当に申し訳、よかったね、ガスマスク。いや、嬉しいですよ。で、青に来た！ってことは、スクワットかヒカキンさんかフワッティか。ちょっとスクワットに追いかけられてみたいんだよね、たまにはね。あんまりスクワットに追いかけられるっていうのがないので、結構ここのステージってスクワット出てくるけど、僕が最後、牢屋にずっといるから、あんまり追いかけられるっていう経験がないんですよね。さて、追いかけられる恋がしたい。行きましょう。どこだ？いたーん！いましたいました、スクワッティン。よし、キョット、いい体だ。ほら、俺にこの体、もっと見せてみろよ。さあ、来いよ、スクワット。どうした？ほら、来いよ、スクワット。いいぞ。あれ、どうした？あ、これ、スタイアサリできる。よっしゃ！オッケー！じゃあ、牢屋行きましょうか。今回はガチで、ちょっと青逃げ。いやー、もうちょっと耐えるか。いや、来てるか。これ行くか、ちょっと牢屋。もう入っちゃいましょうか。牢屋開けてください。センキューだ。よし。ごめん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 、閉めて閉めて閉めて。ごめんな。ありがとう。センキュー。さあ、私はもうあとはここでね、青鬼のご来場待つ。なんか開けたんだけど。これどうすべきかな。左上あっちもなんか多分最終地点になったりすることもあるんだよね。いやでも、ここはほとんどボットでしょ。多分ガスマスク持ってない人以外全員ボット。いや、それでもないな。そうでもないな。ボットっぽくない動きの人も多い。こんにちは。どうするこれ。多分誰かこれ開けるよ。これ多分ね、青に来たら開ける人いると思う。でも逆に出ると危ないんですよ。そういう人がいるからこそ、出て、例えば真正面に青鬼がいるとする、この先出た後に。その青鬼出てきたから、僕が、戻ろうとしたら、締められる可能性が大いにあるんですよね。
で、これ青に来たら多分これ開ける人いますよ。おそらく。おそらくっていうか、多分、絶対。だってあそこに今陣取ってるもんね。多分、来た瞬間に、だってそうだよね。他の人から、開けようとしてる人たちはみんなガスマスク持ってない組なんですよ。ほら。ね、ガスマスク持ってないでしょ。ガスマスク持ってる人は開けたくないんですけど、ガスマスク持ってない人からしたら、毒切りで敗北するんで、ガスマスク持ってないっていうか。だから、できるだけ青鬼で、そのガスマスクを持ってる人をやっつけてほしいっていう、多分、考えなんだろうな。とりあえずちょっと待つか。来た！来た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 ！さあ、開けるぜ。これは開ける。絶対。まあ、だよね。これは分かってた。さて、あとは、いや、うわ、瞬間移動はマジでやめてけんろ。はい、ということで、今回は、まあ、ハロウィン青鬼に続く、新作の新青鬼はどんなんじゃろということで、いろいろ考察じゃないですけど、僕の考えを述べてみました。結構サンタ青鬼とツリー青鬼ってガチでありそうじゃないですか。よかったら皆さんコメント欄で、どんな、クリスマス、多分クリスマスだよね、次。イベント、ハロウィンの次って。だからよかったらね。あ、もしかしたらクリスマスぶっ飛ばしてお正月とかもありそうだけどね。鏡餅青鬼とかね。よかったら皆さん、意見というか教えてください。ということで、じゃあお疲れ様でした。バイバイ。